はい、こんばんは。おそばでございます。昨日、おとといと動画見てくれてありがとうございます。久しぶりにね、5000再生以上いったので、今までね、なかなか動画伸びてなかったんでね、まあ、久しぶりに、わりかしいい再生数になったなと思っております。このチャンネルでは北朝鮮の工作員と言われておりますね。すごいですね、北朝鮮の工作員って。どっから湧いてくるんでしょうか。今日長野なんですけど、これ撮ったらもう、東京に戻ります。あのね、ちらほら参政党の界隈、支持者の界隈で、見るんですけど、子供たちの未来のためにっていうですね、こういうすごく綺麗事を抜かしているX だったりとか見るんですけど、まずね、あんた方ね、今この現状でね、子供たちの未来とかね、その子供を出しに使うようなね、話すな。マジでみっともねえから。ほっと、まずここまで批判がでかくなって、メディアにも取り上げられて、雑誌にも取り上げられてね、もう本当に恥ずかしい表紙みたいなのあったじゃないですか。北陸政界だっけ、もう本当にもう笑っちゃうような内容ですよね。はい、まあまだ内容見れてないんですけども、紙面だけでも本当にもうこっぱずかしいね、紙面飾られちゃって、なんなら農林水産省にもさね、注意喚起みたいなの出されちゃってさ、でボードメンバーの5人のライブ配信では小さいことだってなんかみんなニコ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 してたけどさ、その感覚がまずおかしいよね。本当に。で、それを擁護する信者たちのコメント、行かれてるよ。俺のところにも来ましたよ。読もうか。いつまで揚げ足取りをしているのです。正直かっこ悪いですよ。こんな動画を上げるより堂々と参政党は〇〇だからおかしいと演説したらどうです。もちろん政策で戦うのです。いかがですかって。何が政策で戦うんだよ。そもそもね、政策歌ってるだけじゃんね。あんな大層な立派な政策を歌っていても、実際にやってることとのね、ギャップがえぐすぎてですね、みんなドン引きしてるってことになぜ気づかないんですかね。演説シロちゃん頑張ってるから、まずその演説、シロちゃんの演説にしっかり、答えてあげてよ。質問に行ってるわけだし、逃げるでしょね。えマジで、話をしないな。もう今信者の方たちだけに向けてお話しして、みんなでちまちまこじんまりと盛り上がってるだけじゃないですかね。これ以上党員が減らないようにね、一生懸命マインドコントロールあちこちで、まあなんとなくやってるってだけの状態でしょうね。え今の参政党ですね、みんな見たらですね、外部の人たちはただの気持ち悪い集団だとしか思わないよ。何が春の演説、何演説を決定せんだよ。アホかってね、アホかって。あれ自分たちで盛り上がってるだけじゃん。おかしい、おかしいってね、おかしなことはおかしいってちゃんと言わなきゃダメなんですって神谷ね言ってましたけど、おかしいって言ってるよ。賛成と昔から批判してる人からね、最近離党した人までみんなおかしいって言ってるよ。それに対して全くレスがないね。ヘラヘラ、批判されちゃってますっつってね、どんどん組織が大きくなると批判されるんですっつって、組織大きくなってねえから、ちっちゃくなってるでしょ。もうあともうこと、もう一個こんなのね、読むよ。ウクライナから日本に避難するウクライナ国民の皆様へ、渡航費、生活費、年金、生活整備、生活完成備品を支援します。君この現状知ってるか。なんだよ君って、どこのジジイだよ。頭がお花畑やってる場合ではないよ。だから何、知ってるよバカ野郎、そんなこと。だから参政党がこれをどうやって防ぐのね、えおかしいですよ、ダメですよって演説で言っとるだけやん。国会の質問で言っとるだけやん。何ができるんだって。
だから参政党がいいっていう理由だけしかないんでしょ。どっちが お花畑だよ。もっと現実的に見ろっつうの。言うのは誰でもできますね。で、神や参政党ね、これはもうパフォーマンスでやってるだけだから、うん、あなたたちの前の演説ではすごい強気でも外出てみなさいよ、本当にね、通用してないじゃん、おどおどしてんじゃん、本当気づかねえんだから、かわいそうだよ、うん、あなたの家族、あなたの周りの人、こんなん書いてる人、一人で孤独で生きてる人たちじゃないの、どうせ周りに迷惑かける人もいないからさ、ね、一回自分の周りのさ、家族とかさ、友達にこの話しに行ってみろ、ね、この現状知ってるかって言ってみろ、お花畑諸君つって言ってみろって。おじいちゃんなら自分の孫とかいんの、うん、息子とか娘とかいんの、自分の身内に言ってみなさいよ、引かれちゃうから、アホかったんだよ。はあ、参政党しかない、そうだ、そんな政党は参政党しかないっていうのもね、結構あるんですけど、うん、もうはっきりね、あの、今こんなクソカルトな政党は参政党しかないね、え、本当にいい加減にして。だから本当にもう何度も言うけど、子供たちの未来とかって言うなって、うん、恥ずかしいよ。今子供たちにですね、胸張ってですね、ね、例えば、ここに書いたけど、まずね、嘘をついてしまっていること、うん、それから工作してね、人を貶めることとかね、うん、それから奥さんじゃない彼女じゃない人をデートに誘ったりね、映画に誘ったりね、いわゆる不倫とか浮気とかいうやつですね、自分の、うん、お父さんやお母さんが政治家だって気取りながら、やっているって状況ね、それからまあ外からのね、批判だったりとか、まあ本当もともと身内だった人たちからの おかしいんじゃないかっていう批判の声に対してもう完全シャットアウトね、なんかうんこ投げつけてコメントをちょっとね、荒らしに来てピッてやってブロックするってパターンすごい多いじゃない。なんなの？あれでなんかこちら側のダメージになるとでも思ってんの？でそれさらされちゃうわけじゃん、ブロックしてるやつとか。あ、こういうことやるんだなっていうふうに、見られてるって現状がさ、全く理解できてないって事実がさ、なんか標的が全く定まってない、すごい巨大な敵と戦ってるヒーローぶってるわけでしょ。子供は騙されないから。あ、5時かな、あ、6時のチャイムですね。そんなことばっかりやってると、そのうち子供が少しずつ、今まだちっちゃくてもさね、少しずつ少しずつ大きくなっていてですね、物事のいろんな判断ができるようになった時にぐれちゃうよ。うん、心配ですよ本当に。子供の未来のために、全く子供の未来のこと考えてない。その子供もすごい、その閉鎖的なさ、環境の中でさ、外からの声をシャットダウンしてさ、これから一緒に生きていくつもりでいいのね。えどっかの宗教であるじゃん、そういうの、エホバの証人とかさ、そんな風にやっていくんだね。でもそんな親がね、自分が子供だったらね、親がこんなクソみたいな宗教、宗教みたいなさ、マルチ政党、ネットワーク政党にさ、ハマってるなんてさ、もう考えただけで怖いですわ。ほんと、そのことをもうちょっとしっかり考えてはいかがですか？僕のとこにコメントしてくる人は。ね。お花畑、どっちだって話で。じー。はい、じゃあこれから、長野県から、東京に帰ろうと思います。
以上、北朝鮮の工作員でした。